バブル高校でございます。出口調査では倍以上の差をつけています。関西の発声は友好会会長高橋宏会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。小林薫、新市長の、当選を得まして、万歳をしたいと思います。よろしくお願いします。万歳三賞でお願いします。じゃあ、当選おめでとう。万歳皆さん、おはんでございます。今日この6時過ぎですね、当確が出まして、随分早々と出るものだなと、驚いたところでございます。今日はですね、ここに立てますのも本当に市民の皆さん方お一人お一人の支えがあってのものでございます。しがらみのない選挙、政党にも組織にも頼らない選挙を行ってまいりました。本当にこの支えていただいたお一人お一人、今日ここにお集まりの皆さん方、そしてまだここには来られていませんけども、本当に私の選挙に携わってくださいました、本当にお一人お一人に心から感謝申し上げたいと思っています。私はそれを信じておりましたので、この福島に戻ってきました。ぜひとも皆さんと一緒にこの私たちのふるさと、子どもたち孫たちのために変えましょう。一緒に